バー。いけ。ナイスキーパー。ねえねえ、昨日のアンダー17の女子の試合何対何だったの？4対1で勝利。えっかおちゃんの前半しか見れなかったもんね。うん、帰ったら後半ね、ぜひ見てください。はい、はい、いける？うん、はい、いきます。5432、こんにちは、かんちゃんです。そしてパパチャルです。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は U10 のリーグ戦に行きます。はい、ということでU10のリーグ戦がついに開幕します。はい、はい、去年も行ったよね。うん、うん、だけど去年は一つ上のねリーグ戦だったので、はい、やっと自分たちのカテゴリーになりました。はい、はい、どんな気持ち？なんかね、去年は一個上の学年についていってたので、うん、難しいところもあったんですけど、うん、なんか今年になってその去年の試合に出れなかったくらい悔しい思いをぶつけようと思う。去年は少ししか出れなかったもんね。うん、はい、じゃあそれをぶつけてください。はい、はい、目標考えてる？うん、はい、今日の目標は？今日の目標は無失点で抑えることと、パスビルドアップの時にパスをずらさないようにすることと、正面キャッチかダイビングかを判断してプレーをすることです。おお、いいじゃんいいじゃん。はい、じゃあそれを意識して今日も張り切って頑張っていきましょう。はい、それではレッツゴールベンチャーズゴー。パノチャル TV チャッチャン。どれだけ情熱を持ってサッカーやれるかどうか、戦えるかどうか、一個の目の前のボールに対してどれだけ、気持ち入れてプレーできるかな、そこのところは絶対忘れないです。いいですか？はい、じゃあ行きましょう。いい準備して、okay、いつでも出れるようにしてください。はい、はい、試合の動画は MT スポーツさんのベオでお送りします。
Yeah.
チャルTV ちゃっちゃん。はい、かちゃん。はい。今日の試合はどうでしたか？今日の試合目標達成できなかったし、無駄な失点が多かった。それで元気がちょっとない。そっか。まあでもこれをしっかり受け止めて、また練習から頑張っていきましょう。はい。うん、あでも1試合目のセーブ。あれはスーパーセーブだった、うん、びっくりした。まあでもキーパーのところはね、特に問題はなかったけど、ビルドアップのところとかそういうところがね、課題が残った試合になったと思うんで、うん、まあちょっと今日は落ち込んでるかもしれないけど、まあ、そうやって落ち込む時も大事だと思う。またしっかりと動画ね、映像を見返して、またこれを繰り返さないように次は頑張りましょう。はい、はい、じゃあ最後の一言お願いします。いつもカナチャル TV 見てくれてありがとうございます。グッドボタンお願いします。カナチャル10万人目指しているので、ぜひチャンネル登録してください。それじゃあバイ。はい、ありがとうございましたね。頑張ろうね。大丈夫で、大丈夫大丈夫。悔しかったね。大丈夫で。顔上げて。これ悔しい思いする時も大事だから。また頑張りましょう。よし、帰るよ。はい、帰る。よく頑張った。帰るよ。はい、行こう。
は頑張っててさ、全くミスなく毎日毎日過ごせるかって言ったらそうじゃないけんさ、パパだって言うけど、去年リベンジャーズの試合の時にコーナーキックパッチングミスって失点したじゃん。あれ目の前で見てたでしょ。でもあれからやっぱ日頃からもっと練習とか日頃の生活も持ってしっかりやんなきゃって思ったけんさ、あれからさらに練習生活もいろいろと気をつけるようにしたし、練習の時もあれだよ、ザスパのチャレンジャーズの練習とか試合前のウォーミングアップもキーパーコーチにコーナーキックミスったところに蹴ってもらって練習したりとかしてる。やっぱあのミスがあったからこそ今のパパがあるし、今日のカノンも今日のミスがあったけん、ね、まあ、できるようになったりとか、まあ、ずっとうまくいくようなことはないってことで、どっかでそういう落とし穴があったり、ね、どっかで気をつけててもそういうミスって起こったりとかするからこそ日頃から。見てくれてありがとう。いいね、チャンネル登録もお願いします。